はい、皆さんこんにちは、坂井智美局長です。今回紹介するドミカはナンバー105番の日産 GTR パトロールカーです。スケールは62分の1で、アクションはサスペンションと左右ドア外閉になります。それでは開封していきたいと思います。トミカニュースが入ってました。ナンバー92番の自衛隊高機動車ですね。まあこれは持ってるので後に紹介動画出したいと思います。で、11月の新車も買い替えてますね。 488GTB 広島電鉄650型ですね。まあこれも発売されてるんですけど、後に購入したら、開封動画出したいと思います。あとはね、まあこんな感じです。それでは本題に行きましょう。で、前はこんな感じになっています。フロントの部分に GTR の M が、書かれています。ここに、警察のマークがついてますね。で、後ろはこんな感じです。ここにも GTR のエンブレムが書いてあって、栃木県警察と書いてあって、下にはポリスと書かれています。で、上はこんな感じで、上には赤灯ランプがついてますね。で、下はこんな感じになっています。ナンバーは23番ですね。パッケージには、105番と書いてあるんですけども、まあ、こちらには23番と書いてあります。もしかしたら、もともとの数字だと思います。で、2016年製のトミカですね。で、日産 GTR メンドインベトナム、ベトナム製になります。スケールは62分の1で、トミートミカと英語で書かれています。あとドアのところには、ちょっとぼやけて見えませんね、すいません。栃木県警察か警察と書いてあって、下にはポリスと書いてあります。反対側も同じですね。で、アクションはサスペンションと左右ドア開閉になります。で、内装はこんな感じです。資料はこんな感じです。以上で紹介を終わります。ありがとうございました。それでは失礼します。